どうもリグライズのレオとリョウです。まあその連日僕が勝手に YouTube に動画を上げてたじゃないですか。2本連続でこれリョウマに何も伝えずに上げてたじゃないですか、まあ、それも踏まえてやっぱ謝罪の気持ちもあった、謝罪の気持ちあったんや、はい、勝手に動画を上げてしまった別にいいことだ、いやなんか寂しくて痛いってねえな、いや寂しかった、なんか酔っ払って寂しくなって、でも喋る人いなくて、うん、動画で自分と喋ることしかできなくて、携帯と喋ってたんだ、満足してきたどうか、あれはなるほど1本目やね、うん、で朝起きます、寝癖がひどいです、うん、伝えたかった誰かに、うん、でとりあえずインスタに寝癖がひどいっていうのをあげて、うん、満足したのかなと思ったけど自分の中で腑に落ちてなくて、それで、で確かに思ったよ、その YouTube であげてこのバンって見せた割には先出ししてるなって思ってたよ、そうだからバンって見せた割にはインスタで先出ししてたの、だからそこは自分も分かってるんやけど、まさか YouTube で上げようって思うと思わなかった、そう自分がね、自分がその発想に至ると思わなくて、でもなんか寂しくなって、もっともっと知ってほしい自分のこと、承認欲求みたいなところが出てきた、自分がその自分を認めてほしい、この自分を認めてほしいっていう承認欲求、あ、少年野球、少年野球で少年野球みたいなのが出てきて少年野球まあ何が言いたいかっていうと、まあ、夏祭りの季節じゃないですか、夏祭りに出たいっていうことを言いたい、俺は今、うん、夏祭りに出たい、出たい、学園祭に出たい、うん、だからこの動画見てる偉い人偉い人に向けて言う言葉じゃないこの動画を見てる偉い人、はい、呼んでくれ権力を持ってる人、権力を持ってる人呼んでくれ、そして権力を持ってる人とつながってる人伝えてくれ、呼んでくれ、呼んでくれ、どこにでも行きます、どこにでも行きます。最近僕一人で喋ってた動画で、なんか龍馬も一人で喋ってみてよ、一人じゃないからね。いやでも一人で喋ってみてよ、ちょっと席外すと、ちょっと一人で2分ぐらい喋ってみて、いやそれはなんか自分でじゃあ作る、作る、何だよみたいな、ああそういう瞬間を、うん、いいんじゃない、そっちもいいんじゃないですか。最近何してんの、最近何してんの、最近何してんの、今音楽だけじゃん、一応音楽一本じゃん、うんうんうん、俺だって仕事がないじゃん、他に、うん、仕事ないの、一日一応さ会わない時は一日フリーなわけじゃん、うん、何してんのかなってふと気になる。でもなんか決めてるよ、この時間にこれやろうっていう、あ決めてるよ、そうそう、じゃないとなんかダメになるなと、うん、あちゃんと自分の中で決めてるよ、この時間は何をするとか、うん、でも掃除ばっかしてるから最近、でもこの間電話した時も言ってたもん、掃除だと思って掃除してて電話気づかない、毎日洗濯めっちゃしてる、なんかなんだろうな、でも別にその音楽に関わることもしてるよ、本当してるし、うん、その時間をちゃんとなんかこう自分の中で空間を作って、うん、そこに1時間ここに入るとか、うん、無理くりやるようにしてるから、じゃないとなんかダメになる気がして、うん、まあそれがね、ちゃんと読まんなくなるのドラム、ドラムのあれ買った、電子ドラム、電子ドラム買ったといい、うん、ちゃんとしたやつ、あ、電子ドラム、そんななんかローランドとかその正しいヤマハとかのメーカーじゃない、電子ローランドはでもちゃんとこうやって叩く、電子ローランド、あだから電子ドラムはちゃんとこう座って叩くやつ、あそう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 、でちゃんとしてなんかリズムの勉強、でもこのタンタタンができるのこれ、ツッツッタン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 で最近出てきたのがタンのキックがタンタンタン、それができるの、できる、あできるようになった、なんか日々練習してたらなんかできるようになって、タンタンタンができるの、そう来てるのがなんか嬉しくて、俺それがマジで最初できなかった、できなかった、できなかった、全く全くできなかった、あっできるようになった、電子ドラムもその知り合いの人からもらった、安く譲ってもらったからなんかやろうと思って、うん、もう俺は試合30分だけそこに座るとか、俺はもう今試合に向けてキックボクシング頑張ってる、最近覚えたのは、うん、フックを、痛いんでしょ、
あの最近覚えたのがフックをしならすっていう、フックをしならすっていうのがあるんだよね。フックをしならす何に使う？人殴るときに使う？いや試合で使ういやでもね本当にね、ずっと言ってたけどアマチュア大会に俺は出てほしい。なんかフックを今こここう知ってほしいんだけど、なんか今まではこうやって言ってたよ、こうやって頭と逃げちゃう、これをこうって言ってたの、こうやって言ってたのをしならせて、回転を使ってしならせて言ってるのがこうやって、なんかこれこのしならせて言ってっていうのを覚えて、なんかちょっと強くなったというか、前はね手首とか痛かったんだ、手首とかここ痛かったんだけど、まあ、全く痛くなくなって、これがマジで強く打てるようになった、これで相手を倒せるパンチが打てるようになってきたんで、ちょっと成長かなっていう。ちょっと今度連れていく、一回ついてきて、え、でも行ってみたくない？ちょっと行ってみたいなと、この体験でちょっと連れていこうかなと思ってます。今日時間ある？この後ない。あ、マジでない？ない。あ、マジでない？マジでない。あ、予定がある？予定がある。あ、そうなんだ。連れて行きたいとこだったんだけど。どこ？いや、最近近所のおばちゃんと仲良くなった。どういうこと？そのアイディアばかない。近所のおばちゃんに会わしたかったの？そう。どういうこと？近所の居酒屋みたいな、ちっちゃい、おばあちゃんがやってるみたいな。あ、これ、それなんか撮りましょうよ、今度。そこ、おばちゃんがいいの？いや、え？知られたくない？ああ、そういうこと。あ、でもだから知られないように撮ったらいいじゃん。ほんと？いや、なんか、俺の中では、俺の秘密基地みたいな場所があって、そこをちょっと紹介したいなと思って。あ、でも SNS 上げてなかったっけ？上げてない。あ、それ、おばあちゃんのとこで。それ、おばあちゃん。あ、それ、また別のとこ。でも、ここから歩いて1分とかのとこ。そうなんや。この、あれ、柏駅近くのとこ。もう全然違うとこ行っとるな。柏駅の近くに。もう全然違うとこ行っとるな。徒歩3分圏内の柏駅の。いい物件、18階建ての1階。うわ、18階建ての1階はいい物件で、もその1階やったら低層階だな。マジでびっくりやろ、18階建てのとこ住んだのに。俺でもそれでも1階何のって言ったら、あ、1階何のって終わりのそれ話。まあでもいつもいつもでも俺この時間一人で喋ってるって考えたしてくれて、カメラ。ああ、確かにね。もう9分ぐらいな。やってみてっていうフックを今覚えたよっていう、あれを顔に食らったらやばくない？いや、やばいよ、吹っ飛ぶマジで、アンパンマン状態ということでね、はい、なんかまあちょっと雑談なんですけど、うん、まあ、一人で最近やってたんで、うん、よかったです、一緒にできて。こうやってまたゆっくり定期的に話し合いながらっていう時間も作って投稿していきましょうか。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまた会いましょう。以上、レオとリョウマでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。